ひたちなか市立図書館は、茨城県ひたちなか市にある公立図書館。中央図書館を中心に2つの地域館と1つの分室で構成される。ひたちなか市は1994年11月1日に、勝田市と中港市の合併により発足し、同時に両市が設置していた、勝田市立図書館と中港市立図書館を引き継いで、ひたちなか市立図書館が開館した。 寮館がそれぞれ設置していた文室もそのまま引き継ぎ、勝田市が計画していた文館の設置構想も継承した。館名は旧氏名を冠した方が親しみやすくわかりやすいという考えから、それぞれ、日立中市立、勝田図書館、日立中市立中港図書館となった。国営日立海浜公園や日立中港といった、日立ち地区の一体開発のために合併した漁師で、 あるが、勝田市は工業都市、中港都市は水産都市で都市の性格が異なり、図書館の利用者層も異なったため、両館の館長と数人の職員が集まって、図書館の組織、規則などについて数回の協議を行った。その結果、規模の大きい勝田図書館を市の中心館と位置づけ、中港図書館をその下部組織として運営することが決定し、 職員配置は合併前のままとした。運営面でも利便性の高い勝田図書館側に合わせることとなり、中港図書館では条例改正を含む大幅な変更を求められた。特に勝田図書館はコンピュータによる貸し出しを導入していたものの中港図書館は導入していなかったため、コンピュータ導入の必要が発生した。その一方で両館がコンピュータを導入済みで、 システムが異なっていた場合よりは、費用と時間がかからなかったのではないかという現場の声もあった。中港図書館のコンピュータ導入は1996年10月1日に完了し、それまで別個に行われていた利用登録や貸し出し、返却が共通化された。1998年には、勝田図書館を日立中市立中央図書館に改称し、 1999年10月2日に3巻目の図書館となる佐野図書館を設置し、これらを結ぶオンラインシステムが稼働した。2001年9月1日、水戸広域市町村圏の広域利用が開始され、周辺15市町村との間で相互利用が可能となった。これと前後して1999年5月1日に図書館の公式ウェブサイトが立ち上がり、 2003年4月1日よりインターネットで蔵書検索が可能となった。2004年1月には茨城県立図書館の遠隔地利用者返却システムに市内参館が参加し、県立図書館で借りた本を日立中市立図書館の参館で返却できるようになった。2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震が発生し、 市内3館は3月12日から臨時休館に入った。中港と佐野の図書館は3月29日に再開したが、中央図書館は6月14日までかかった。日立中市立中央図書館は、茨城県日立中市元町にある公立図書館。日立中市の図書館運営の拠点施設と位置づけられており、他の二館一室を取りまとめ。 市内全域に図書館サービスを届ける役割を担う。JR、日立中海浜鉄道勝田駅から徒歩5分の中心市街地に立地し、付近には幼稚園、保育所、小学校、中学校が多数ある。周辺住民のみならず幅広い世代の市民が来館する。市内他館よりも自動書の増書比率が高く、一般書は、 文学の占める割合が高いという特色がある。日立中市出身の俳優、池内博之は、高校時代に恋人とこの図書館に通った思い出があり、池内の初監督作品、13の月のロケ地となった。建物は、鉄筋コンクリート構造を2階建てで、敷地面積は2293.19、平方メートル、建築面積は1116.22、 平方メートル、延べ床面積は1868.14平方メートルである。一般開花室と自動開花室は同じ木座橋にあるが、入り口が別個に設けられ、部屋が分離しているため、直接的に往来ができない。閲覧、休憩スペースはあるものの面積が狭く、館内は主に本の貸し借りの場として利用されている。図書館の開館前は、 中央公民館図書室が図書館の役割を担っていたが、これに満足できない市民から独立感を求める声が上がり、1971年の勝田市総合計画に図書館の設置が盛り込まれた。1972年12月25日に総合計画第二次実施計画の一環で着工し、1973年10月12日図書館の建物が竣工した。 建設費は1億100万円で、文部省から2000万円の補助金を受けた。翌1974年5月9日に、勝田市立図書館として開館し、茨城県で9番目の公立図書館となった。開館当時の職員は6人で、3人が司書資格を有していた。蔵書数は三百五十七冊で、うち百八十八冊は百七十三年度に、 購入した新品であった。開館時間は10時から18時で、一人2冊まで借りることができた。映像フィルムを281本所有し、団体向けに映写機付きで貸し出していた。7月31日までの貸し出し冊数は7121冊で、図書館雑誌編集委員は立地と、新刊比率の高さの割には問題のある数値であるとし、 市民が気軽に借りに行く図書館にはなっていないようである、と評した。1975年5月22日に、うなばら文庫を、1977年4月1日に、津田、前渡し公民館に配本書を開設するなど、サービスを拡充していった。うなばら文庫は、市の産業医をしていた男性が、 図書購入予算が少なく本が買えないと耳にしたことをきっかけに継続的に資金を寄付するようになって開設された文庫であり、1999年以降は佐野図書館へ移った。1984年に開館10周年を迎え、10月27日に沼太陽一を招いて記念事業を開催した。1985年10月30日に2階部分を 中心に増築した。1986年7月1日、コンピュータによる貸し出しを開始し、1988年4月1日、津田文室を開設した。1990年4月1日、自動室を増築した。1994年11月1日、日立中市立、勝田図書館に改称し、市の中心的な図書館に位置づけられた。 1995年、阪神、淡路大震災の義援金にしようと助籍本を販売するチャリティーバザーを行い、以後毎年の恒例行事となった。1998年4月1日にはさらに、北千中市立中央図書館に解消した。2011年3月11日の東日本大震災で被災し、3月12日から臨時休館、6月14日に再開した。 2017年1月10日、公衆無線ンを提供開始した。2018年2月24日、日立中市出身の絵本作家、石崎直子を招いて、色紙を使ってパフェを作るワークショップを開催した。中央図書館は1974年の開館以来の建物を使っているため、老朽化と共愛化が進行しており、新館の整備が計画されている。 開館時期や整備費は2019年1月現在未定である。2014年4月24日、図書館協議会は、日立中市立図書館の今後のあり方を答申し、中央図書館の建て替えを提言した。これを受けは2018年3月に、中央図書館整備調査報告書を発行した。書では、人口や産業構造のにった、同規模の14と比較して、 床面積、蔵書冊数が最小で、人口一人当たりの蔵書数や一日あたりの貸出数なども平均を下回っていると指摘し、茨城県内の他市と比較しても定位にあるとした。これを踏まえ、新図書館の理念を学び、実り、遊びで街の未来を開く図書館と定め、収蔵冊数50万冊。 延べ床面積4800平方メートル、または5500平方メートル、駐車台数110台と試算した。候補地として、玄関地、市営元町駐車場、市営勝田中央駐車場周辺、東、石川第四公園グランドが挙げられた。報告書を受け、市ではアンケート聞き取り調査やワークショップを実施し、2019年3月に、 新中央図書館整備基本計画を公表した。日立中市立中央図書館、津田文室は、茨城県日立中市大和津田2732番地に、ある、公立図書館。津田コミュニティセンターの一角に、市政部の住民へのサービスのために設置された。蔵書数は、約5000冊と少ないものの、地域の貸し出し、返却拠点と位置づけられている。 2016年度の貸出者数は1716人、貸出者数は5560冊。2018年現在の職員は2人。1988年4月1日に開け出し,し、1991年10月15日よりオンライン貸出を開始した。市内9カ所に配本書を設けている。実績は2017年度のもの。 日立ち市立中港図書館は、茨城県日立中市、梶屋役保にある公立図書館。規模は小さいが、海や漁業といった地域特性を生かした増床を特徴とする。建物は、鉄筋コンクリート構造を2階建てで、敷地面積は1863.49平方メートル、建築面積は466.67平方メートル、 延べ床面積は890.75平方メートルである。1943年、宮崎圭一郎が私立の法音会図書館を開館した。圭一郎は干し芋作りを茨城県に導入した宮崎利七の息子で、利七が建設して一般住民に無料開放していた法音会館に資材を投入して内部を改装し、自ら師匠を雇用して、 図書館経営を開始した。1967年4月1日に、慶一郎は、法音会図書館の土地、建物、蔵書を中港都市に寄贈し、市はこれを中港市立図書館として開館した。公立図書館としては、茨城県で6番目の開館であり、勝田市立図書館よりも早い開館であった。慶一郎はこの時、 中港の観光資料などの貴重資料も寄贈したが、これらは現場職員の無理解により後に処分されてしまったという。図書館一切を寄付した慶一郎は宮崎法音会を組織し、その後も中港市内の小中学校の学校図書館に本を寄贈するなどの活動を続け、中港市の名誉市民となった。1978年3月1日、新館が竣工し、 同年5月8日に新館が開館した。旧館は文館として存続することになった。翌1979年3月1日に図書館だよりの発行とお話と紙芝居の集いを開始し、1980年4月5日には磯崎、味ヶ浦で移動図書館を開始するなど活動を展開していった。1983年3月1日、文館を 中港市社会福祉会館の2階へ移し、開門文室に名を改めた。1989年2月8日、新館の会館10周年を記念して、佐藤愛子による講演会を開催した。1992年10月29日、小泉修司氏を語る会を初開催した。1994年11月1日、日立中市立中港図書館に開唱し、 勝田図書館の下部組織に位置付けられた。2001年4月10日、増築部分が開館し、市長各室や学習室が設置された。2004年9月30日、開門分室が閉室した。2011年3月11日の東日本大震災で被災し、3月12日から臨時休館、3月29日に再開した。2013年4月29日、 茨城県内の図書館では初めて、ぬいぐるみお泊まり会を開催した。2017年、郷土に伝わる知事乱風伝説を元にした紙芝居を作成した。知事乱風は市内を流れる沢田川流域に吹いたと伝えられる暴風で、チチンプイプイの語源になったという説がある。2018年5月15日、公衆無線乱を提供開始した。 2019年10月より増築及び改修工事に着手し、2020年5月22日にリニューアルオープンした。中港図書館では2007年6月に茨城の鉄道の歴史展を開催した。港鉄道を中心に茨城県内の13路線の鉄道車両と沿線の写真、昭和最後の乗車券などを展示し、元中港駅長が 港鉄道の歴史を語るという催しであった。この企画は、当時廃線危機にあった、港線の歴史を伝えることで、地域に与える鉄道の役割を周知し、存続を訴えるものであった。2015年2月11日には、日立中海浜鉄道の協力を得て、キハ千七百十傾斜料を利用し、読み聞かせ、列車千七百十図書館号を実施した。 この企画は小学校低学年以下の子供と保護者を対象に読み聞かせを通じて列車に親しんでもらうことを目的として中港駅構内に大白中の車両の中で絵本の読み聞かせを行うというものであった。パネルシアターや西帽を着用して運転席での記念撮影も開催された。日立中市立佐野図書館は茨城県日立中市工場1362番地。 一にある、公立図書館。市の北西部の人口増加に伴い設置され、利用実績が伸びている。建物は、鉄筋コンクリート構造一部鉄骨構造地上2階建て、地下1階建てで、敷地面積は6004.06平方メートル、建築面積は1214.79平方メートル、延べ床面積は1488.34平方メートルである。 勝田市時代から市の総合計画で1999年を目標に勝田市立図書館の文館を建設する計画があり、日立中市発足から1年後の1995年に北部地区の生涯学習の拠点として建設計画が策定された。1997年には用地確保と設計がなされ、1999年5月31日に春工。 同年10月2日に、ひたちなか市立佐野図書館として開館した。茨城県の公立図書館としては44番目の開館だった。なお、10月1日に開館記念式典を挙行する予定であったが、東海村 JC o 臨海事故が発生したため、式典を延期した。それまで中央図書館に設置されていたうなばら文庫は、佐野図書館へ移動した。 2011年3月11日の東日本大震災で被災し3月12日から臨時休館3月29日に再開した2016年5月13日国立国会図書館の視覚障害者投与データの収集及び送信サービスに参加し学術文献録音テープ等の貸し出しを開始したこれに加えて 同年10月1日には、視覚障害者情報総合ネットワーク、サピエにも参加した。2018年3月には、ティーンズ講座を開講し、第1回は、エンターテインメント業界、2回目は、ライトノベルをテーマとした。ティーンズと銘打ったものの、対象は大人を含む、小学高校校を学年以上とした。同年5月15日、講習無線 LAN を提供開始した。 日立中市の開業医からの寄付金で購入された図書によって構成された文庫で、2017年現在、9つの書棚にずらりと本が並んでいる。1975年以来、勝田市立図書館へ寄付が続き、1999年の佐野図書館会館を契機に、寄付者の最寄りの佐野図書館へ寄付先が変更された。 2017年までに寄せられた寄付は1770万円に上り5680冊が購入され、それまで茨城県立図書館にしかなかった専門書が入荷するなど市民の知識欲を満たす文庫になっている。2018年に行われたアンケート調査によると18歳以上の市民の45.0%が過去1年以内に来館し75.3%は 自家用自動車を利用して訪れた。市内の高等学校、高等専門学校の生徒向けアンケートでは、来館利用率は3割であり、本や雑誌は自分で買うか学校図書館で借りる、またはそもそも読書習慣がない生徒が多いという結果が出た。館長は中央、中と佐野の各館に配置され、中と佐野の館長は中央図書館長の会に位置づけられている。 以下のカテゴリでもこの記事を参照できる。ひたちなか市立中央図書館に関するカテゴリ日ひたちなか市立中港図書館に関するカテゴリ日ひたちなか市立佐野図書館に関するカテゴリありがとうございます。